どうも、まさやんです。さあ、行きましょう。ざっくり漢文。バイオ編。習熟語の境地とは。ということでですね、完全に寄せに行っております。はい、大人気ですからね。私も見てますよ。さあ、まあ、こっちはね、ざっくりなので、話のあらすじを、バイオっていう漢文のあらすじをざっくりまとめてみました。では、見ていきましょう。登場人物は弓の名手の高祝公っていう人です。で、この人が自分でね、弓の腕前に自信持ってるわけ。そんな中、ある時、家で弓を打っていたら、油売りの老人が家にやってきます。その老人は持っていた荷物を下ろして、高祝公が弓を打っているのを見物してます、横で。で、まあさすがね、腕前に自信があるっていうことなんですけども、10発中、まあ、8本9本、的に当ててるわけさ。で、それを見た老人は、横で、うん、なるほどと、なかなかの腕前じゃっていうふうに、うなずいてんだね。で、これに気づいた、高祝公が、お前、弓のことを知ってるのか？どうだ？俺うまいだろっていうふうに話しかけてくるの。で、この質問するってことはさ、まあね、老人が横でうなずいてるのを見てたわけだから、俺うまいだろって言ったら、うん、なかなかのもんじゃのっていう答えを多分期待してたんだよね。ところが老人が、返した答え、何かっていうと、別に大したことではないな。ただ熟練しているだけだよ。っていうふうに言ったわけ。俺うまいだろうって聞いたわけだから、いやうまいっすよ、ほんとさすがですねって褒められるかと思いきや、別に大したことないと、自分の期待していた通りの答えが返ってこなかったんだよね。ということで、この高祝公怒ります。腹を立てて老人に詰問するわけさ。お前なんでそんな風に言うんだ、俺の腕前を軽く見てるんだこの野郎、どういうことだっていう風に問い詰めんだよ。そうすると老人は落ち着いて、私は油を汲んでいるからわかるんじゃよ。っていう、なんか急にね、油の話に持ってきたわけ。さあ、この老人なんでわざわざこういうこと言ったかっていうと、持っていたね、まずひょうたんを置きます。地面に置いて、その口、ひょうたんの口に穴の開いた小銭を置くわけ。つまり入り口を小銭で覆っちゃったんだね。で、これ想像してほしいのはさ、5円玉とか50円玉ってあるでしょ？あれ想像して。あれをひょうたんの口の上に置いたって感じ。そうすると入り口がものすごい狭くなるよね。その開いてる穴しかないわけだから。何したかっていうと、その上から油を垂らしてひょうたんの中に注ぎ入れることにしたんだね。え、ちょっと待って。穴の大きさめちゃめちゃちっちゃいよ。そんなちっちゃい穴から油注いだらどうなるか。ねえ。まあ油パシャーだよね。そこら辺にもう油がもうちりじりになってさ。ああ、もうほら垂れちゃったよ。つって油拭かなきゃいけない。ところがこのじいさん。小銭を全く濡らすことなく、ひょうたんの中に油を注ぎ入れたんだよ。相当の神業だよね。これ、ね、YouTuber の方誰かやってみたらさ、相当バズるんじゃない？絶対濡らすもん。無理無理、俺絶対無理。ところが、この老人は、うまいこと、ひょうたんの中に油を入れたんだよ。これ相当すごいんだけど、そこで老人が言ったセリフ。今、わしが行ったこれも、別に大したことではないんじゃ。ただわしが熟練しているだけなんじゃって言ったの。これさっきの高祝公と大違いだよね。高祝公はさ、自分の腕前に自信を持ってたから、俺うまいだろって言って褒められたかったんだよ。ところが老人、その自分の技術に対して特に誇ることはないの。ただ熟練しているだけなんだって言うんだね。
これを聞いちゃった拘縮校はさ、もうさすがに、いやそうだよな、これは一本取られたわっていう感じで笑いながら老人を許しましたよっていうお話です。さあ、この作品一体何を伝えたかったのかっていうと、技術を習熟することで技術を自在に操れる境地に至ることができるんだっていうことを伝えたかったんだね。そもそも技術っていうものは誇るものではないと。自分がこんだけレベル上がったんだすげえだろうっていうんじゃなくて、そこを習熟することで自在に操れる。この老人だったらさ、その小さい穴から油を注ぎ入れるっていういろんなそういった境地、さらに上の境地に至ることができるんだ、そっちの方がすごいんじゃないのっていうことを伝えたかったんだろうね。はい、ということでざっくりとこの話の内容を説明してみました。また次回、次の動画ではこの話、授業で解説するように一つ一つ見ていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。